埼玉県旗は日本の都道府県の一つ埼玉県の旗。本校では旗に図示されている埼玉県省についても合わせて解説する。県省県旗とも1964年9月1日の建国時代652号により制定された著作権法の規定により2015年1月1日よりパブリックドメインとなっている。 県名の由来である幸い魂の象徴である16個の曲がたを円形に並べ、太陽、発展、情熱、力強さを表している。また、プロ野球、埼玉西武ライオンズのビジターのユニフォームの右袖に埼玉県賞が描かれている。県賞及び県旗は、訓令により擁護尊重義務が県職員に課せられている。県のキャッチフレーズ、 綾の国埼玉の選定1周年となる1993年11月14日に公表された。夢がいっぱいのブルー、元気がいっぱいのレッド、自然がいっぱいのグリーンの3人が並んで手をつないでいるデザインのもとに綾の国埼玉のキャッチフレーズが記されている。また、フレーズ部分の綾の国と埼玉の部分はフォントが異なり、改変は禁止されている。なお、 検証との取り扱いの違いについても、県のサイト上で説明されている。ありがとうございます。